はい、どうも、てくやです。というわけで今回は、以前僕の動画で上げた、こちらの動画あるんですけれど、こちらの動画では、僕が個人的に好きで、おすすめしたいと思う 125cc バイクを紹介しているんですけれど、なんと自分が思っている以上に、伸び率が良くて、もう1ヶ月で1700人以上の方に見ていただけてるんですよ。本当にありがとうございます。で、こんな僕でも、こうやって見てもらえるということなので、前回はマニュアルのバイクを紹介したので、今回は、125cc のオートマ限定で紹介していこうと思います。まあ、今回紹介していくバイクは 125cc のオートマ限定の免許で乗れるバイクで、今回も前回と同様に日本で正規販売されているものが3つ、輸入車が2つ、計5個を紹介していこうと思います。ぜひ 125cc を購入しようと検討している方は、ぜひ今回のこの動画と前回挙げたこのマニュアルバイクの動画を参考にしてみてください。それでは早速ご紹介していこうと思います。で、説明していこうと思います。まず僕が 125cc のオートマで乗れるバイクで、一番おすすめしたいのはこちらです。ホンダの PCX です。僕がオートマの 125cc も何でもいいから乗っていいよって言われたら、間違いなくこの1台乗りたいんですよ。原付らしさもないけれど、そこまでいかつくもなくて、かっこよさもあるんですよ。で、最新型っていうか、今は全部もうフルデジタルになっていて、そう、昔からあるバイクなんですよ。初めて世間の人が知った時に、子供の用を足すおまるみたいな、あれって言われてたんですよ。もうすごくかっこよくて乗りやすいバイクとなっているらしいです。乗ったことないんですけれど、まあ、乗れないんですけど、まあ、僕はちょっと乗れないのでわからないんですけれど、ネットでは結構いい評判です。でこちらの PCX の特徴っていうのは、なんと排気量が2つあるんですよ。まあ、前回のマニュアルの方で紹介した CB125R のように、 CB の方だったら125と250であったんですけれど、 PCX では125と 150cc であるんですよ。え、そこ 250cc じゃないのって思う方もいると思うんですけれど、まあ、150cc には 150cc のメリットがあるんですよ。もし気になる方いたら、ご自身で YouTube や Google とかで検索して調べてみてください。こちらの PCX のデメリットっていうものは、なんかあの大きいガタイっていうか図体のバイクなのに、意外と容量っていうか収納スペースが狭いんですよ。まあ、もちろん入る分には入るんですけれど、3代目と4代目の PCX ってあるんですけれど、3代目の方だとフルベースって入らないんですよ。まあ、置き方とかそのヘルメットの種類にもよるんですけれど、照英の M サイズのフルフェイスが入んないっていう風にネットで書かれてて、4代目の方だったらもう楽々入るということなんですよ。なんで PCX だからっていう風に選ぶよりかは、何代目のものかとか何年式なのかとかを結構見ないといけないのかなと思います。で、こちらの PCX の新車価格なんですけれど、 125cc の場合は税込み357,500円という風に公式で発表されています。まあ、マニュアル車に比べたらオートマチックの方がやはり安くはなっているので結構いいなと思うんですけれど、オートマの中ではこちらの PCX 結構高価な部類に入ります。まあ、後ほど紹介するバイクのその価格と比べれば、よりこのバイクって高級なんだなっていうことが伝わると思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。では次にハブシリーズです。やはりオートマ限定なのに、マニュアルのようなギアを操作するっていうことができる唯一のバイクだと思うんですよ。まあ、カブシリーズの 125cc で、まあ、有名なのはもちろんスーパーカブ。こちらはもうあの有名な天気の子にも出てきていたバイクで、天気の子のモデルが普通に販売もされています。そしてクロスカブ、そしてハンターカブっていうバイクもあって、これらは全部オートマ限定で運転できちゃいます。まあ、こちらのカブシリーズのメリットといっては、なんと言ってもクラッチ操作はいらないし、オートマ限定の免許でもギア操作ができると。で、僕の中で一番おすすめしたいカブっていうのはスーパーカブ C125 です。もうちょっとね、僕はそんな細かいね、こと言って間違えてたらあれなんで、もうシンプルに言うと、デザインがこれが好きなんですよ。結構いろんな人はもうハンターカブが好きっていう方も結構いたりするんですけれど、僕的には、シンプルかつデザインがいいこちらの C125 が好きです。で、こちらの C125 は値段が約40万円となっています。いや、高っって思うじゃないですか。実はスーパーカブ110っていうのも存在していて、こちらは275,000円です。まだそのみんなが好きなハンターカブっていうものは、なんと44万円、一番高いんですよ。で、先ほど言ったクロスカブは33万5,000円ということで、まあ、ね、やはり高い部類には入ってくるけれども、機能性で言ったらすごくいいなと思います。で、こちらのカブシリーズのデメリットとしては、まあ、先ほども言ったようにクラッチ操作がいらないので、普通のマニュアルバイクを運転したいっていう人にとってはなんか慣れないなっていう感覚になると思うんですよ。なんかもうデメリットというか褒めすぎてるかもしれないんですけれど、ネットではもう他のバイクに乗りたくないっていう声もあるらしいです。なんかもう依存しちゃうっていうか、もうカブが良すぎて他のバイクに乗りたいっていう意欲がなんかなくなっちゃうらしいです。いや、逆にそこまで言ったら俺も乗りたいなと思うんですけれど、まあ、そういう声もあるらしいです。
じゃあ次、国内の方のバイクだと最後の紹介となります。最後に紹介する国内バイクはこちら、アドレス V125 です。はい、もう見てわかる通りザ・原付って感じのバイクだと思うんですよ。もうこのアドレスシリーズだったら、アドレス110、アドレス125、アドレス V125、この3つがあるんですけれど、その V125 を今回紹介していきます。そのアドレス125が僕の中では本当は一番嬉しいんですけれど、もう生産されてないっていう風にネットで書いてあったので、まあ今普通に買えるもので言ったら、アドレス V125 なのかなと思いました。このアドレス V125 のメリットで一番大きいのは、値段です。先ほどのバイクとかは、新車で35万円、40万円、44万円って感じで、すごい高いなって感じだったんですけれど、こちらのアドレス V125、なんと新車でグーバイクの方で見てみると、29万9千円です。まあ、約30万円ジャストなんですよ。ちょっと意外と高くない?って思うかもしれないんですけど、まあ、新車じゃなくて、中古で買いたいっていう人だったら、もう走行距離が普通に8000キロ、7000キロっていうバイクで、15万円で買えちゃったりするんですよ。他のバイクだったら、中古でも普通に20万ちょっといっちゃうんですけれど、やはりこの中古で安くなってるバイクっていうのは、僕の中でこの1台が一番おすすめしたいんですよ。ただ僕の中ではこれは別にメリットっていうか普通に思ってるんですけど、やっぱり世間的なデメリットで言うと、原付にしか見えないんですよ。 50cc の原付にしか見えなくて、まあ、実際にそのバイクに乗ってる人だったらパッて見ただけで、あ、これ125だっていう風にわかるんですけれど、知らない人からしたら 50cc が走ってるようしか見えないんですよ。でも僕は逆にそれぐらいの大きさで、もう100キロ、まあ、100キロ出しちゃいけないんですけれど、100とか90とか速度的にも速い、加速が結構いいバイクなので、このデザインもいいなと思うんですけれど、まあ、世間的に見て嫌だっていう声も結構あるので、一応そっちにデメリットとして言っておきます。以上で3つ国内のバイクを紹介してきました。次に輸入車の方に移動しようと思います。まず輸入車の方で1つ目のバイクはこちら、ヤマハ T115 というバイクです。こちらのバイクなんですけれど、僕が思うに日本のバイクよりかっこいいんですよね。で、これなんか見た目スクーターっぽいじゃないですか、さっきのアドレス V125 みたいな。実はこれ株と同じくギアがついてるんですよ。なんかスクーターの形をしたギアがついてるバイクって僕初めて見たんですけれど、なるほど、これはありだぞって思っちゃったんですよ。そしてなんとこちらのバイクには標準でリアキャリアなんかついてるんですよ。これは前回の動画でも紹介していた CBF125T と同じような設計にはなってるんですけれど、これがついているにもかかわらず、容量も普通にヘルメット1個入って、ギアも操作できて、でデザインも普通にかっこよくて、なんと値段が安すぎるんですよ。新車で19万円です。新車でですよ。さっきの国内の方だと中古で15万20万とかだったのが、新車で19万です。安すぎるんですよね。なんですけれど、まあやはり前回のその 125cc ミッションバイク編の方でも言ってたデメリットが丸々全部一緒です。こちら輸入車という風になるので、壊れた場合のパーツを補充するのが中国とかから取り寄せないといけないんですよ。なので壊れたら最悪1、2ヶ月バイク乗れないっていうケースもあったりで、そしてただパーツを買うのではなく輸入費用とか、その方がいろいろな費用とかもかかってきて、なんか高い部品だとそのパーツだけで10万いっちゃったりとかあるらしいので、だから普通に国内で運転するのも結構気を使わないといけないのかなと思ってしまいます。まあでも普通にいいバイクだなと思ってるので、僕も候補の一つとなっています。そして最後紹介していくバイクこちらです。ヤマハのシグナスレイです。こちらのシグナスレイというバイクは排気量が 113cc で、まあ、先ほどの T115 とは違って、こちらはちゃんと普通のスクーターとなっています。で、このシグナスシリーズの面白いのが、普通ライトってこのハンドルのここら辺にあるじゃないですか。シグナス系っていうのはここについてるんですよ。なんでこのデザインはちょっと斬新だなと思います。で、正直性能で言ったらほとんどのその今回紹介したバイクと変わらないから、その他に比べて比較的高いっていうわけではないんですよ、スペックが。しかし僕が今回選んだのは値段ですよ。なんとこちらのシグナスレイ、ハイブリッドとかアイドリングストップがついてる機能のバイクでもあって、こちらの値段が新車で21万円。僕ちょっとアイドリングストップとかがついてる車とかそういうやつの値段ってあんまりわかんないんですけれど、なんか高いイメージがあるんですよ。なのに新車で21万円って思って、でさっきのそのアドレス V125 みたいなシンプルな原付きなデザインでもなく、結構普通にかっこいいのにもかかわらずこの値段。まあ、デメリットは正直もう全部一緒です。輸入車のデメリットってほとんどこれです。まあ、今回もこれで終わろうと思います。はい、というわけで今回オートマの 125cc のバイクを紹介していきました。正直最後の方めちゃくちゃなんか雑になってたと思うんですけれど、今の撮影時刻見えるかな、2時17分なんですよ。あ、見える。
あ、18分になった。正直ガチで眠いし疲れちゃったので雑になっちゃったんですけれど、内容としては、ざっくりとしてはいるんですけれど、こんな感じでした。